ろう。バッキンガム宮殿の中に入るんだ。ゾンビが溢れているとはいえ、あそこには武器や物資が山ほどあるんだ。おはようございます。ということで、バッキンガム宮殿に潜入する途中だったな。最後マンホールで確か抜け道までは続いてたね。ゲームパッドの方でマップが表示されてるから、ビクトリアのとこに移動。ねえ、なんだかんだ言って進んできましたが、やっと外の世界、まあ外の世界見たけどね、そこからちょっとロンドンっぽいところへ向かいますんでね、イギリスっぽい。私宮殿の中に入ったことはないんで、実際にイギリスに行ったことはあるんだけど、すごいちょっと楽しみなんですよね。どれほど中を再現されているかっていうくらいな。これ ライトついてる、 OK。 だいぶ暗いな。ここ何かなんもないな。俺思ったんだけど、このゲームパッド、ゲームの中では何て言ったかな。ちょっと待ってね、マップ見て、マップじゃない。道具、あったな。プレッパーパッドだな。あの、プレッパーが作ったパッド。プレッパーパッドがあるから、なんだろうね。暗くて分かりづらいとき、プレッパーパッドをかざしながら移動するとか、そういう器用なことができれば、なおよしって思うんだけどね。確か、結構地下まで降りてきたから、上がって、ここかな。あ、こっちか。この上に上がるんだな。ちょっとね、ドア今回は閉めませんよ。すぐ逃げられるように。あ、逃げるとか言ったか今俺。そんなことは言わない。外に出たな。あ、もうじゃ、びっくりした。カラスか。ソナーを発動する。結構反応があるけど、多分カラスとかネズミとかだから、この先に少し反応があるな。ライト消すか。暗いね。あ、真っ暗だ。雷が。今日ね、7月8日かな。結構ね、土砂降りの雨に私も会いました。雷ね、結構すごかったらしいから、ニュースにもなってたし、皆さん大丈夫だったかな。この動画上がるのは土曜日ぐらいだから、だいぶ経ってるとは思うけど。気のせいか、ゾンビの声が聞こえるよ。雷やばい。でも俺ね、雨大好きなんですよ。普段と違う光景がまた見れるからね。お、一体いるな。ソナーを発動。でもなんか結構表示されるんだな。まさか全部ゾンビじゃないよな。5体ぐらいなんか反応はあるんだよ。後ろから近づいて一撃で倒すとか、そういう。おお、よし、もう一丁サラミ。はい、うい、軍人か。ちょっと待ってくれ。はい、ごめんなさい。逃げます。一時撤退、戦略的撤退。うわー、やっぱりすごいゾンビいたな。あ、ちょ、道が分かんなくなってる。大丈夫か、こっちで来てるな。大排除。そうだ、ソナーを使え。これ以上は追っかけてないらしいな。回復薬使うぞ。ああ、全開。で、回復薬もう一個装備しといて。うっそ、まさか。3体とか同時に出てきたら倒せないもんな。このゲームよくできてるな。ライトつけるか。もうつけてなくてもなんか音とかで反応されてんだね。から
追いかかって。あ、危ない。よっこいしょ。武器構えてるとね、何も持ってないのか。弾ぐらい持っててくれると嬉しいんだけどな。そうそう弾が手に入らないけん、もう一体痛いな。よし、ソナー発動。こいつだけだ。あともう一体見えるかな。よーし、一撃だ。装備をいただくぜ。発煙と地雷持ってるけど、まだ地雷は使わないだろうしな。みんなちょっと画面見といてね。これを発煙筒と交換して、ソナー発動。3、2体ぐらいだな。バリケード撤去する。待たせたな。あ、おお、ああ、連続攻撃、とどめを刺す。結構いるな。とりあえず早めに倒しちゃおう。おっと、よし、3体。ここ結構いるな。あとこっち側に1体いるんだが、気のせいか、左にいる。あ、あ、出てきた。ちょ、か、壁の中から出てきたような気がするんだが、このね、接近戦の届く範囲がいまいちまだつかめない。壁はめ、まだまだ攻める。とどめよ、危ない。やばいよ、ここの数が。長い長で、さあこういう時こそプレッパースキャニング。お、いっぱいなんかあるぞ。アイテムをマーク中。皆さんの画面だと青いマークで表示されてるかな、矢印みたいな。よし、あ、ハッキングしましたね。これ監視カメラハッキングしてマップが表示されるように。ちょ待て、来るぞ、ゾンビが来るぞ。かかってこい。しょっぱな火炎瓶投げるのもありなんだけど、あー怖い。先にアイテム拾っちゃおう。あ、ショットガンあるけど取れない。くそ。ソナー発動。2、3体ぐらいな。発煙筒を奥に投げる。よし、反応してる時に火炎瓶。よし、燃えるがいい。見ろ、ゾンビが。あー、こっちから。つけるな。よし、よーし、燃えてるの触るの一時嫌だからスキャニングして。あ、アイテム持ってるな、こいつかな。アイテム1体持ってるね。よこしな。お、弾持ってるじゃないか。いいセンスだ。早速リロードしちゃおうかな。よし、拳銃の弾が11発持ってますね。どうしよっかな。バッグの中もね、いっぱいで、これいらないな。で、どうしよう。発煙筒2個持ってて、あ、で、今は手元が2つ空いてるから、ショットガンをここに取っちゃおう。これなんだ、木の板か。いらないかな。新聞入手。こう、バリケードつけとく？なんか後ろから来る。あ、バリケードつけんの早いね。ポンってついちゃったな。これが後々俺の首を絞めるとかそういうのないよね。ショットガンどうしようかな。バックを見て、ショットガン持ってるね。こいつと交換させよう。ついにショットガン来たぞ、大佐。来たね。ショットガンじゃないの、これ、もう死んだか。おお、かっこいい。大佐、俺の勝ちだ。本当に？なんかね、マップ見る限りだいぶ広いんだけどな、ここ。レーダー発動。こっちに2体反応があるな。大丈夫？
こっち側、意外とスキャンできるものが多いね。アイテムあり、アイテムあり。ゾンビの反応が半端ないな。あそこゾンビの山になってるね。アイテムなしって表示されてるけどね、あの赤いの全部ゾンビだな。撃ってみるか一発。あ、ゾンビじゃない、カラスじゃねえか。カラスがまとっててあれがゾンビ。怖い、動きそうだもんね。撃っとくか、ファイヤー。よし、動く前に倒す、それがオトシャ流。よし、弾もったいないような気がするけどね。こうやってやっていかなきゃな。カラス、こっちにアイテムないかな。ん、お、アイテムがボンバー箱の中に入ってるぞ。回収しよう。おお、なにこれ、ネズミの死骸みたいのが3つ入ってるけど、動物の肉、腐ってる可能性あり。このアイテムを食べるとライフゲージが回復します。ただし腐っていた場合はライフが少し減少するので注意してください。あ、ずいぶんなんか急にサバイバルチックなこと言い始めたな。動物の肉とか食えるのか。あとはなさそうだね。マップが表示されるようになってだいぶ安心できるけど。お、モシンナガンの弾とハンドガンの弾だ。取れないな、どうしよう。木の板いらないね、外して。で、あとはそうだな、入れとくか、バッグの中に。カービン重要弾薬が手に入った。あわた連中だ。あ、ちょっと待って、オルルテイテイ、王室が守ってくれると思って。テイ、王室が国民の面倒なんて見るわけない。あ、なんだこいつ。お疲れ様。自ら立するものを立つ、それを忘れた。いっぱい出てきそうだな、大丈夫。スキャニング開始。アイテムなし、アイテムあり。よこしな、弾薬ゲッチュだぜ。ハンドガンの弾だいぶ増えた。あ、はい。おお、こいつやってくれるな。お見舞いしてやろうか。ヘイ、どう、何その音楽。倒しましたよ的な音楽か。アイテムが一つ、ハンドガンの弾が落ちてるね。よし、拳銃の弾がいっぱいだ。ちょっと拳銃の弾使うか。回復も少ししたいからケーキ食べようかな。ちょっとお腹減ったからね、ケーキを使う。うまいすぎる。で、弾薬を追加させてハンドガンでいこう。で、メディパックを取る。弾薬取った後メディパック取って、これで、ああちょうどいいね。あ、だいぶ装備に余裕が出てきた。これ大丈夫？なんもないな。この先が、えっ、どっから出てきたお前は。あー、なんか強そうなの出てきたよ。これヘルメットかぶってるけど、よし、硬いよ。ちょっと待って、お、ヘルメット取れた。すっげえ硬いな。こいつ一体だからいいけど、こいつ何体も出てきたらやばいな。全然死なない。そんなの発動。よし、こいつしか安全ない。その目を刺させろ。ほんじゃまったな。だっ、もう一体いる。やばい、外すぎ。焦りすぎ。アイテム持ってない。お、こいつなんか持ってるぞ。お、モロト火炎瓶ゲッチュ。やばいな。ここ進めるのか。開かないか。鍵をこじ開けるしかないな。それじゃあ道具を使うか。道具を探す。どこにあるんだ。
ゾンビをマーキングしたのはいいんだが。やばいな、ビビリ体勢、ビビリ体勢じゃない、ビビるようになってきたの俺が。さあ、ライトを使って。暗いね。上を見ろ、逆さまの旗は SOS 信号だ。中に生存者がいるのかもしれない。どこ、上を見ろ。あ、あれか、見づら。ちょ、あー、かかってこい。お前との決着をつける時が来たようだな。よし、あ、もう一個レベルアップしたぞ。おい、どうしよっかな、回復させるのもったいないね。ひどいな、ゴッドセーブザクイーンとは言ったものの、庶民連中もそれにあやかりたいと見える。人の話を聞かない剥ぎ取っている玉ゲッチュ。お、ここにガトリングがついてるね。おいおい、ちょっと待って、素でびっくりしたかな。バットに持ち替えて玉を節約して戦うぞ。かったいな。ヘルメットを外せ。周り大丈夫か、レーダー外そう。こいつだけだ。飛ばしてさよなら。だプレッパーだ、その近くにレイブンズのシェルターがあったはずだ。いいものが見つかるかもしれないぞ。メディパック使っちゃってこいつ使うか。な、レイブンの基地か何か。あ、これか。カラスのレイブンっつったらカラスだからな。メタルギアやってる人だったらあいつを思い出すはずだ。お、寝る場所があるぞ。閉じる。いいね、ここな。他になんかアイテムはなさそうだ。寝るとこだけだ。皆さんおやすみなさい。まだまだ早いんでね、続きをやっていきますよ。一回寝てね、回復するんだよな。ああ、回復薬使わなきゃよかった。おはようございます。ああ、よく寝た、よく寝れるな。こんなとこで俺絶対寝れねえよ。あ、これアイテムボックスじゃないか。おお、なんだこれ。固定タレット用の弾薬とハンドガンの弾と、あとグレネードとピッキングツールがあったな。あー、どうしよう、俺アイテム持ちすぎじゃないかな。地雷とかがいっぱいあるから、地雷ちょっと使っちゃうか。どうしよう、適当に撒いとく。ここら辺に適当に撒いとくか。適当に、もうね、ガトリングが前にあるってことは、なんかここら辺ですごい戦闘が起こりそうな気がするからね。近づかれると困るから先に撒いとこうか。で、あとはグレネードが2つ。ピンを抜いて3つ数えてから投げるさ。わかった。グレネード、当初は回復薬、弾、発煙筒あるからグレネード2つもるかなって。俺ちょっと思いのほかアイテムいっぱい持ってるな。懐かしいですね、皆さんの画面だと私が三人称に見えるかもしれない。俺はね、 FPS みたいな感じでガトリング、しかもね、Wii U ゲームパッドをね、こう傾けてね、こう向き変えるから、今すんげえこうブン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 してるとこんな感じなんだよね。どうしような、ピッキングツールで開けちゃうか。ここ開かないんだよな、向こう側でしょ開けるのは。何もないね。多分ね、危ない、気をつけないと踏んだら自分が吹っ飛びそうなんだよな、みたいな。なんでちゃんと避けて通ります。大丈夫、ゾンビいない。
何も入ってないな。ここだな、ピッキングツール使うのは。あれ、俺ピッキングツール持ってない。どうだ、回収。おお、どうしたの、なんで燃えてるの、お前は。これ爆発しそうだよね。何置いてくかな。マックンだ。そうだな、発煙筒使えるかな。迷うな。メディックパック台が2つあって、メディックパック置いてくか。で、はい、ピッキングツールを持ちます。あ、ピッキングツールは別にバッグ関係ないのか。弾薬これ装填できるのか。いろいろない。おお、ゾンビが来るぞ。ゾンビ来る、来てるな。かかってこい。この私と勝負するといいのかね。見ろ、ゾンビがゴミのようだ。どこだ、後ろから来るとかなしだぜ。来てるな、上だ。すごい量来るな。弾入れるとかやった方がいいのかな。右上から来る、これ凄い量来るな、これ。ちょ、どうだね、ゾンビ君。私の弾の味は狙うのが難しい。そろそろ弾がなくなるな。待ってくれ。リロード。これは非常にやばい。グレネードがあるぞ、投げろ。待たせたな、吹っ飛べ。よし、私に近づくな。クリアした。これガトリングなかったら死んでたな。これどうやってさ、あ、なんだ、普通にリロードできたのか。もうダメかと思ったよ。もう一回なんかこう画面に戻らないとダメかな。ハンドガンも使い切ったな、慌てて撃ちすぎた。ほとんど装備が弾がなくなってしまった。メディックパック使っちゃいます、中をね。はい、あはは、気持ちいい。新弾丸しか弾がないな。あ、なんか装備落としてってくれてないのか。違う、すごいひっくり返ってるやつもいるからな。アレット用の弾とかね、もう今更だよ。お、弾薬持ってるじゃないか。分かってるね。お、こいつも弾薬持ってるな。よし、ハンドガンの弾薬ゲット。もうこいつ弾リロードだけしとくだけしとくか。持っててもしょうがないし。 OK、 すごい量だったな。しかしダメだった。あの、ほんと近づかれた時はもうダーハーって感じ。アハー発煙筒ゲッチュ。
まいこと発煙筒を投げてその周りに集めて撃ちまくった方が良かったかもしれないな。狙って撃つよりその方が簡単だもんね。ピッキングツールを使うぜ。なのこれ、あ、なんか手元ピッキング状態になってる。え、なにこれどうやってやるの。開いた。そこに、そこに入り口がある。ただし地下では無線が通じない。気をつけるぞ。なに、プレッパーとお話できなくなる。アイテムらしきものはないです。じゃあ行くか。もうしんなが持ってな。じゃあみんなまた後でな。って言ってもしょうがないんですけど、はい、行きまーす。あー、地下ですね。すごい暗い。あー、もうこういうの嫌い。マジ暗い。オフフィアいるし。大丈夫あいつ。左から急に来るんじゃないか。レーダー発動。あ、いたか。うん。はい。いいぞ、何度でもかかってこい。それとどめを刺す。そしてそっちも念のためな。もう容赦しない。俺は容赦することを忘れた。右側に2体反動がある。ネズミか。なんか落ちてないかな。あ、あ、なんだ、びっくりさせるんじゃない。こっち来い。あ、こっち来ないで。よし、クリティカルヒット。なんかあるんだな。アイテム、動物か。アイテムあるって書いてあるぞ。それだけ？なになに。待って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 、アイテムありが逃げてく。あー、銃で撃ったりして倒さないと取れないっていう感じかな。下降りるか。急にゾンビが出てきそうだな。これ絶対ゾンビ出てくるだろう。ちょっと待ってね。バッテリーが、ゲームパッドのバッテリーが切れそう。これはこれはやばい。途中で切れたらどうなるんだ。いるね。ハンドガン使っちゃうか。嘘。ああ、びっくりした。何が出てきたんだろうと思ったら、あの深いところだからバックが濡れないように上にダーン。ダーン。外した。ああ、すごい深いよ。泳いでる。お疲れ様です。何が出てきたのかと思ったよ。バック濡れないようにしてるだけか。リアルだな。登る。だいぶゾンビが出てくる量が増えてきたけど。ん？なんだ？はしごを使う？どこにはしごがあるんだ？壁？わかんないな。あ、そこか。ここからも登れるよっていうことね。バッテリーがやばいな。ゲームパッドのバッテリーが。あ、お疲れ様です。ゆっくり狙い撃った。よし、レベルアップだ。弾をリロードして、なんもないな。あの先なんかあんのかな。マップがまた表示されてないんだね。監視カメラが導入されてないのか。すごいいっぱい出てきそうだな。あ、すいません、横通ります。寝てるぞ。とどめを刺す。ずっと寝てろ。
ここで俺寝れないのか。さすがに倒したゾンビの横で寝たくはないか主人公な。お、ケーキゲッチュ。あー、そろそろ俺の産地が、あったー、ハッキングマップが表示されたぞ。点滅してる。さあ戻ろうかな。よいしょ。下に降りれるな。ちょっと焦ってる。女王は愛らしい女性さ。トカゲのばあさんにしてはって意味だが、彼女は今回の事態が起きるのを知っていた。政府は他の連中には D の予言を知らせなかったようだが、女王は今頃インドにでも避難してるんじゃないか。トカゲにはぴったりの土地だよ。随分とプレッパーは英国女王を嫌っているな。さあ来ましたよ、バッキンガム宮殿の中に潜入できたんじゃないか。本当にね、でもね、コントローラーの電池がなくなっちゃうからちょっと待ってな。どうしようどうしよう。はい、宮殿地下に入りました。ん？ここじゃないのか？こっちか？こっちだな。一回戻る場所とかないの？スキャンして遠隔ハッキングしろ。これか。ちょっと待て。ああ、頼む。そこに入り口がある。いいセンスだ。無線は通じない。十分気をつけろよ。うわ。スキャンを発動。あ、マップはもうさっきの監視カメラでスキャンできてると。信号が妨害されてるようだ。気をつけろ。マジで言ってんの？レイヴンのマークが、レイヴンのマークがいっぱいある。ああ、皆さん、なんとかコントローラーの電池が切れる前にセーブポイントにたどり着くことができました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この起動ってやつすごい気になるからね、また次回お会いしましょう。ほんじゃまったなー。